パンチンカーで販売されている日本の揚げ、パンパンを素揚げしている様子揚げパンとは、油で揚げたパンに甘い味をつけた菓子パンである。日本では通常、コッペパンを油で揚げたものに砂糖などで味付けした菓子パンを刺す。味付けには、砂糖以外にも、シナモンや、きな粉、ココアパウダーなどのバリエーションがある。パンを揚げるという調理方法については、焼いたパンを揚げたものと、強力粉の生地を、 チューブのようなものから油の中へ直接絞り出して棒状に揚げたものの2種類がある。焼いたパンを揚げるタイプでは、日本のカレーパンやロシアのピロシキなどが生地を直接揚げるタイプでは、スペインやラテンアメリカのチロスなどが揚げられる。1952年に大田区立峰町小学校に勤務していた調理師の篠原恒吉が風邪で休んだ児童に栄養をつけてもらうため、 パンを持って行かせる際に保存が効き、かつ作ってから時間が経過して、固くなったパンを美味しく食べてもらおうと、油で揚げ砂糖をまぶすことを考案したものが、始まりだとされている。2020年7月に、LINE が、インターネット上で15歳から59歳の男女5252人に、言った、小中学校時代に好きだった、給食のメニューの調査では、揚げパンが1位であった。 日本ではパン生地を直接揚げて調理した揚げパンもパンの一種とされるが、同様の製法で作られた英語圏のフライドドー、スペイン語圏のチュロなどは、これらの地域ではパンではなく、ドーナツに近い菓子の仲間として扱われている。ただしドーナツのうち、パン生地を用いているイーストドーナツについては揚げパンの一種と言える。中国の山東省など、河北では日滝の名で、 平たい揚げゅうが朝食などによく食べられている。豚のミンチ肉を入れたものやニラなどの野菜を入れたものがあり、ウイグル料理ではホーシャンとしてさらに蒸した料理に変化している。中国語圏の油浄は甘い味をつけないので、日本の揚げパンとはだいぶ異なるが、日本で紹介される際には中華揚げパンなどの名称が使われる。 日滝も油状も中国語でパンとは呼ばれず、地元では揚げパンとは別の範疇の食品と考えられている。東南アジアやアラビア半島で食されるムルタバは揚げパンの一種とみなされることがある。ありがとうございます。